公安審査委員会はオウム真理教の後継団体アレフなど3つの団体について団体規制法に基づく観察処分を来月1日から3年間延長することを決めました。延長は7回目で、2018年教祖の松本智津夫元死刑囚らの刑が執行されてから初めてです。公安調査庁は引き続き施設の立ち入り検査などが認められます。